県内の全日制公立高校の出願倍率が発表されました。平均倍率は1.01倍で、学校別で最も高いのは金沢・錦木ヶ丘の1.69倍です。県内の全日制公立高校の一般入試では、7,003人の一般入学枠に対して7,067人が出願し、平均倍率は1.01倍です。出願倍率が最も高い高校は、 金沢西木ヶ丘の1.69倍ついで金沢桜ヶ丘の1.49倍金沢西の1.44倍などとなっていますまた学科コース別でも金沢西木ヶ丘の普通が1.69倍と最も高く金沢市立工業の建築も1.40倍と人気を集めています志願変更の受付は24日から28日までで 一般入学試験は来月7日と8日に行われ合格発表は来月15日の正午です。